さあ、何年ぶりかもしれないフィットレ会だよ。よろしくお願いします。ほいほいほいっと埋めて、うれー、これ読んで当てていく、攻め立てていく。ボールどうぞ。含有利、うれうれ、おあうち、そうやって切り返すのやめてください。 OK、 ボールどうぞ。やめろ。ふう、ブルズブルズつーかダメージ追いつかれてんの怖いんだけど。うん、それずるいぞ。もううお、マジもう飛びそう。ほい、おお、ジャンプで軽やかに避けるとは。またガーキャンウェディをまた狙ってくるんじゃねえかなって。はい大振りだぜ。くそ、浮かされると剣の判定にやられてしまうぞ。あ、やば崖つかまれなかった。怖えよ、もうさっきから向こうの方が技の火力のなんていうか威力はやばい感じしますからね。ういうい、うれ、掴まれてもうイーブに持ってかれちまってるよ。うい、食べます。おっと、うわ、助かっても助かってもだ、助かっても、おいや今の届くか、危なかったから普通に助けられたんだよな今の。ほい、おお、うお、いった、結局五分ですわ。復帰1戦目、勝ちたいんだけどな、勝ちたいんだけどな。やべっす。ふぅ、ひよってる、立ち回りひよってる、ひよってますね。ぎえ、やばいやばい、あー 90% だ、もうおしまいだ。ふう、こっからまくるんだよ。ふう、おい狙いすぎや、狙いすぎや。あー、なんかうさんくさかったですが、まあ勝ちは勝ちですよ。毎日スマブラも続けることで少しずつ上達するはずだぞ。一戦目で力を使い果たしました。なんというかボールの無駄玉がね多いと良くないから。ういういうい、うわーういうい、いきなりこっち来んのやめろ。ういや、あいや、シュッシュッ、オッケー。相手に好き勝手やられる前に攻め立てるのだよ。ゼルだってやりたいことできると強えもんな。ドーン、ゼロ級防衛。ウィボールプレゼンツ、ウィア、ドーン、失敗、破壊してやろうと思ったんだが着地狩り失敗。ほっ、今のところ完全にこっちのペースだからさ。ウィアよしよしよし、流れ取ったら半円だわ。次行くぞ次。さあ次の試合は
機関砲トーマス怖いぞ。ワリオか、空中での動きがやばいっすよね。崖に逃げようぜ。ふう、ほい、自分の有利なフィールドで戦うですよ。いって、この位置取りは多分一番やばい。ほら、かすらせてくるようなこの空中での動きがね、やらしいんだよな、こいつは。だからそれに対抗しようと思ったら、さらなるやらしさで行くしかねえな。うれ、うう、いって、ダメージレース的には勝っております。ふっ、俺だ、落ちろこれで向こうはメテオが入るとここでの勝負を避けやすくなるんですよね。だってさっきみたいにメテオで死んだらゲーム終わっちゃいますからね。それでも向きになって来ないとも言い切れんが、ほい、ほい、ほ、ジャンプ気味かな、礼拝、ほ、ほい、ほい、ほい、よし、ここが我が方、どす、こえ、いてえ、うう、まだ生きてるぞ。どうした、俺は生きているぞういぐえ、 108% 十分削ったと言いたいですが、こっからの逆転は十二分にありえるレベルなんだよな。兵溜まってるし怖えし。間違えてあれ殴っちゃった。よし、ジャンプしろ、ジャンプしろ、うれ、ほい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 、ちょっと贅肉の塊がよ、貫地よ、よしよしよし、内臓脂肪を吹き飛ばしてやったぜ。おい、まずいっす、痩せろ痩せろ、いやくそー、なんて放棄だ、くそー、意外と臭くないのかもしれない。タンパク質取ってねってことだ。タンパク質をいっぱい取ってる時の匂いって殺人級らしいっすよ。また一つ健康エピソードを得てしまった。ふわい、うぅ、怖っ、いい、さっきよりな、稼いでるパーセント量減ってるんですよね。さっきは100だったじゃん。そう考えたらさっきより対応されてるってことなんだよね。うわっ、くそ、やべえ、 25% 対応された。まあ見ての通り、僕空中に浮いてるこいつ捉えるのくっそ苦手で、うれ、すいえ、こいつここまでかじるをあんまり使ってないんだけど、怖えよな、いて、ふっ、逆転負けあるでよ。バースト狙っていきたいです。うぅ、あかん、失敗、うぅ、あ、いや、ジャンプなかった、やっちまったジャンプないのにレイハイ打っちまったプレッシャーに
負けてしまった。メンタル弱々ですわ。まあさ、機関砲向けられたらね。これさ、この次もう一回連戦したらさ、より対応されるかもしれないから面白そう。もう一回行こうぜ。再戦は叶いませんでしたが、またしても厄介な奴が来たぞ。よろしくお願いします。よし。開幕の、ゴーのサインに合わせて、ボールを打つという、卑怯戦術でまずはスタートダッシュを切ったんだが、ふっ、やめれ。いていていて。くそー、リンクうぜえ。やっぱあの射撃がね、射撃というか弾幕なんだよな。うめえ。うそ、そうなんのか。やべ、怖いわ今の。あいつどっからバースト狙ってくるか分かんねえぞ。ただ射撃からつないでくるのはほぼ間違いないので、うわ、あ、早すぎた。あー、むしろ投げでも飛ぶ。くそ、今の重ねてたらバーストできてたんだけどな。逆にバーストされちった。うれ、うれ、うれ、うう、やっと届いた。この弾幕をくぐり抜けないとバーストまで持っていけないのが本当にしんどい。向こうはちゃんと爆弾の誘爆箇所に斬撃入れてるからさ、めんどくささがやばいっすね。うお、いい、ボールくんナイスだよ正直。そっち？いてぇ、赤、ぐわぁ、きちい、きちい。でもこれ焦ったらダメなんだけど、焦らなくても対応方法がわからないから困ったもんだ。うい、直撃。うれ、うれ、嘘だろ、ガーキャン横すましたかったのに。やべ、おれ、よっしゃ、なんとかニスト残しは避けたけど結局きついままだよね。よし、しっかりさ、切る時もあるのが。やべやべ、弱でもやべ。事故った？あー、逆パターン。スマブラに潜む魔物よな、これ。なんだろう、これ。連戦する？一応。勝った気はしねえな。よし、連戦や、連戦や。連戦は叶いませんでしたが、よろしくお願いします。これ終わったら、深夜にスマブラの特訓でもしに行こうかなという気持ちにはなっている。うん。
やっぱあれだよね、復帰側とかは直したいよね。直らんねんけど。はい、うーやめろやめろ。たまにやるとスマブラって楽しいんですよ。で、すげえ温まるんだよな。うい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 よっと、ういうい、よし、アイコくんはそういえば復帰弱者だったね。料理してやるぜ。よし、うれ。で、結構ジャンプから攻めがちだから、ジャンプ読みでボール投げてたらある程度当たってくれるんだよね。ふい、 DA。 さあ、おい、ほう、さあ来るかな来るかな。いてて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 、ボールのおかげで助かったぜ。ふう、イエーイ。くす動き、うざい動きしてけ。ふっ、しっ、ふっ、よし、うわ。徹底しろ、スキアリー、えい、ふっ、すいや、オッケー。相手の空中前へ狙ってけ。ふっ、おいや、撤収よ。大丈夫大丈夫、こいつの投げならそんなに強くない。よし、陰湿に攻めろよ。ドーン、やべ、空中後ろへでやられるところだった。うっと、掴まれてもいいぜ。お前の投げならそんなに飛ばねえから。うっ、うばっす。天中食らった気分だけど。まあ、2-1ならもう。艦長、艦長。まあ、余裕ぶっこかないように。向こうはまだこの崖のフィットレに対して、具体的な対策が思い浮かんでない段階に見えるので、ほい。有効活用するしかないぜ。人の嫌がることをするのがスマブラですゆえ。そう、僕は Wii U の頃からずっとやり続けてきたこの陰湿な立ち回りを。ふっ、オッケー、読み。そう、決め技は、そう、読みで決めるのよ。攻め手もののね、スパイス。このままチクチクやって倒すだけだったらもう空気死ぬからな。相手がジャンプしてくるのをすかさずズキューンですよ。よし、ではちょっとこの後1時間ほどスマブラ練習してきますわ。うん、さらばだ。